はい、皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで今回は我が家のいぶここさんへのとっても素敵なプレゼントを今回はね買ったので、そちらを組み立てていきたいと思います。はい、まずプレゼントがこちらでございます。ででーん、こちらはアマゾンで頼んだんですけど、なんかねめっちゃね良さそうだったんですけど、30分ぐらいでね出かけなきゃいけないんだけど、いつもねそういう時に動画を撮るって、このかわいいかわいいかわいいカバンに入ってる、かわいい、いやーかわいいですね。なんとこのカバン付きのこちら猫ちゃんの爪研ぎでございます。こんな素敵なものに入ってる。でなんかねこういう風になってて、こうなってるやつも、これだけじゃなくてこうなってるのもついてる。市販の段ボールのやつを買ってたんですけど、実はですねいぶここさんに大きくなってきてちょっとこう研ぎづらそうだなと思ったので今回買いました。ということで組み立てていきたいと思います。はい、ということでこちら組み立てていきたいと思います。はい、簡単説明書がついてます。ネジを通す。はい、ネジを通します。こんなもんかな。はい、ででーん、カーペット生地をやる。このカーペット生地をこれで固くなったから大丈夫なはず。次があー違った、これをどこに置くんですか。置いて穴が開いてるやつ、あ、胸の遊ばせこちらつけるやつ。はい、これくるくる、これ全然いいな。あ、もう早速爪研ぎしてる。よかった。はい、できた。でもう一段これを上に入れればいいだけだね。いやもうガリガリしちゃう、遊んでる。何よりです。おお、いいね。あらあら、もうやってるわお嬢さんたち。あ、できた、簡単、めっちゃ簡単。できた。はい、ということでちゃんとね無事組み立てられました。素晴らしい。はい、ででーん、これね本当に組み立てるのめっちゃ簡単だったから、こういうの組み立てるのが苦手な人でも全然問題ないんじゃないかと思います。でここにネズミちゃん2つついてるので、こういうのでもね遊べるし、このアーチの中をくぐり抜けて遊んでもね、うおー早速ね、イブココがこんだけめっちゃ反応してるのでちょっと置いて遊んでもらおうと思います。はい、こんな感じでポール、早速組み立てたボール置きました。でねー、どうですかイブココちゃん。ココちゃん、あら、ココちゃん早速遊んでる。あ、それ伸びるから楽しいんだね。イブちゃんどうですか。お、え、超いいじゃん。高さ的にもねちょうどよかった。なんかね本当に今まで使ってたのがこれなんですけど、これ買い替えても買い替えてもね、めっちゃすぐ消費するし、あと高さ的にちょっと低かったみたいでかわいそうだったんですよね。でもその間通るかな、この人たち。ちょっと通れるように設置してあげよう。楽しそう、いいですね。めっちゃ興味津々、嬉しい。くんくんくん。いいですね。ココちゃんがどっちかったらこれ好きみたいだね。イブコはあんまりかな。あ、いいね。楽しそう。かわいい。もう幸せだわ、これ見てるだけで。ココちゃんはダンボールの方が好きなのかな。イブちゃんか。イブちゃんはダンボールの方が好きなのかな。イブちゃん、おお、来た、かわいい。どうでしたか、楽しかったですか、嬉しいですか。お、ココちゃん、あ、いいね、いいね、いいね。お、楽しそう、いいですね、楽しそう。イブコちゃん、イブコちゃん激しいね。イブコちゃん、イブコちゃん激しいですね。うぅ、かわいい、めっちゃ楽しそう。私も楽しい、見てて、かわいい。いいですね、いいですね、いいですね。どうですか、ゆうこさん。ゆうこさん。
あー、ネズミさん好きじゃん。ネズミさんいっぱい買ってあげたけど遊ばなかったじゃん。伸びるから楽しいんかな。はい、ということでこんな感じでね、設置してみました。いかがでしょう。結構本当にインテリアに馴染む感じで、おしゃれな感じで、さらに組み立てるのもすごく簡単だし、可愛い猫ちゃんのトートバッグもついてくるし、すごくね、猫飼ってる方だったら結構ハッピーになれるのではないかと思います。なんか猫のポールお探しの方いらっしゃいましたら、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。このね、商品については概要欄に貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。ではでは、皆さんご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、バイバイ。Thank you.